ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎文隆です。今日は2023年8月14日月曜日です。今日はデコボコシリーズからいってみたいと思います。デコボコシリーズの第2弾、1つ覚えて3つ忘れる中高年、綾野浩二金丸さんの中からいってみたいと思います。これは第3章、これが典型的な中高年の生態ですというね。第3章、これが典型的な中高年の生態です。その最初の小項目、サイトシーイングという言葉しか知りません。中高年にとって海外旅行はすっかりおなじみになりました。ただし、旅行は楽しくても空港での手続きなどが面倒くさいという方も多いでしょう。ドキドキしますからね、あれね。大体中高年は入国審査が苦手です。審査の順番を待っているとき、中高年の方は前の人をじーっと見ています。入国の仕方がわからないからです。何をどうすればいいかわからないのです。仕方がありません。この光景、どこかで見たことがありませんか？そうです。お葬式です。お線香の光景とそっくり。お葬式は忘れた頃に呼ばれます。だからお線香の仕方を忘れてしまうのです。それで前の人をじーっと見て観察するのです。まず慰霊を見てお辞儀をするのね。それからご遺族の方に頭を下げて、それから一歩歩いて手を合わせるのね。うんうん、よしよし、 お香をつまむのもその後ね。なんて人の振り見て我が振りを学んでいます。入国審査もこれとそっくりです。いざ係官にパスポートを見せるとなると、心臓がパクパクしだします。心臓ってあったんだと改めて気づく瞬間です。ねえあなた、ここここここパクパクして言っている。何年ぶりかしら、こんな気持ち。ねえあなた、触れてみて。お前の胸を触れてどうするんだ。藤原紀香なら触れてみてもいいけど、てんてんてん。こんな会話も聞こえてきます。さて、パスポートを見ながら係官が質問を始めます。テロリストがいたら大変ですから、係官も真剣です。ところが中高年はピンボケしたやりとりが得意です。どちらからいらっしゃいましたか？おイエス、サイトシーイング。何日滞在されますか？イエスイエス、サイトシーイング。あなたのお名前は？おイエスイエス、サイトシーイング。まるでなんとこの一つ覚え、係官も目が点です。ところが今回の旅行の目的は、ここで旗と考える中高年。そう、何度も何度も旅行の目的を聞かないわよね。おイエス、邦子畠山、マイネームイズ邦子畠山。何か聞かれたら、サイトシーイング。何を聞かれてもサイトシーイング。ね、奥様、身に覚えがありませんか？それにしても英語のわかる人が聞いたら、なんとも奇妙な会話です。バカにしているのかと一喝されても仕方がありません。ところで奥様、サイトシーイングの意味をご存知ですか？え、買い物、食事、散歩。ちょっと違うでしょ。え、中高年？それは絶対に違います。観光です。観光。サイトシーイングという言葉を覚えたら、日本語の意味を忘れたって。一つ覚えて三つ忘れる中高年。それでも入国できたらよしとしましょう。はあ、なるほど。切り札の言葉もあるんですね。サイトシーイングってね、チャンネル登録にも切り札という言葉があればいいんですがね、なくともチャンネル登録をお願いしたいと思います。ごきげんよう。